一番お手頃なのは、はい、五寸釘でペーパーナイフを作るっていう体験です。ここにあるやつ、こういう感じで自分で打って、そうそうそう、ここに入ってはやらないんですけど、はい、実際に厚くした釘を叩いて作ってもらう、釘からナイフにするの、あとは本物のナイフ作ったり包丁作ったりもあります。空いてるところにあれしましょうか。手もちょっと。何年ぐらいここで職人さんを。私はもう20年。すごい、20年定年退職して、あ、定年退職してからここで教わって、あ、教わって、はい、へえ、あ、前にいた職人さんにとか、はい、もう亡くなりましたけど、うんうんうん、その方に教わって、その後手伝えって言われて。普段体験って、あの体験はね、あの風車作り、あ、風車作りと、はい、それから指輪の編むやつですね、うん、それと鍋敷きのね、はい、体験がありますね、はい、鍋敷き作り、そこに鍋敷き作り、そこの、あ、そこの、そこにあるやつ、音を聞いてみますか。あ、ぜひ。ちょっと変わり種だよ、こんなやつ。はい。ん？これでしょ？ん？あ、全然やる。おお。え？ダメ違うでしょ？太さとかね、この肉厚によって違いますね。あの響きがね、変わってきちゃう。いろいろね、音質が違ってくる。うん、音質も違ってくるね。うん、これはね、すす竹って言ってね、あの茅葺きの屋根で、ですから100年、200年経ってる。あ、へえ。うん、であの囲炉裏でいぶされた竹だから、うん、この色になって、なおかつ水分がなくなって、あ、こういうところがあれ縄で縛ったところがね、あのすすがここ行かないから白いものまで、うん、だから
使っとるあの部位によってね、場所によってこのいろりの上だとこんな真っ黒けになるし、いろりから離れたところだと割と薄い焼け方がね、薄いですね。生の竹でやっとね、くぐもったような竹。そうなんですか。水分が多いとね。何年間くらいここで、あの、旗振り、ちょっと待ってくださいね。7年目ぐらいになる。7年目ぐらい、はい。職人さんに教わって始めたとかそういう感じなんですか？そうですね、ここに来てから教えてもらって、はい、覚えました。なんか竹ひコースター作りとか、はい、テーブルシーンとか、はい、作るが体験としてある感じです。あ、そうですね。体験はあのここではなくって、はい、あの向こうの、はい、カエデモンのところでやっていて、母屋、はい、では、見学、はい、実演のみですね。形としては切り出しナイフみたいな形ですね。そうですね、全部切り出し。それは砥石を平らにしてるんですか？はい、うん、何年ぐらいここで職人さんされているんですか？今30年目あ、30年目になったところ、うん、もともとこういうお仕事してたとかですか？なんかここで教わってみたいな。フリーターの時にたまたま声をかけられただけで、あ、大した志もなく。それで屋敷屋敷に来て、なんか作り、そこにいた職人さんのに教わってっていう。そうですね。でたまたま向いてたっていうだけで。傘の作るのも
やられてるんですかさ、骨と針と両方、骨と針と両方、骨の方が手間がかかるんで、前はほぼほぼ骨しかやってなかったんですけど。あ、そうなんですね。一本作るのにどれぐらいかかるんですか。1ヶ月から2ヶ月。へえ。中に何か筒みたいな入ってる。普通の盆提灯と同じものが。ああ。